こちゃん、高本でございます。ということで2回にわたって紹介してまいりましたパワービジョンのドローン、第1回目が水にも浮く防水ドローンパワーエッグ X、 第2回目が魚釣りのギミック満載パワードルフィン、そしていよいよパワービジョンのドローンは水中へと入ってまいります。じゃあということで早速やっていきましょう。お待ちかね、こちらでございます。顔が見えない。海の中に入っていく水中のドローンでございます。パワーレイ。何ですかこれは。中から出てきたのは、よいしょ、なんと旅行ケースみたいなのが出てきました。おー、空港であのお姉さんたちが引っ張ってるやつやん。これ水中ドローンパワーレイは立派なキャリーバッグがついております。あとタイヤもあるよ。うん、タイヤもこれ重たいからこうやって運べるようになってるんだね、最初からね。もうね、タカポンチャンネルではね、サクッと内容紹介してサンプル映像を参りたいと思います。すでに丁寧に内容紹介をされているチャンネルさんございますんです。フィッシュスリーピングさんっていうチャンネル、パワーレイの水中ドローンセットアップについてすでに動画が出てますので、こちらをご覧ください。こうやってじゃーん、こうやって入っています。じゃあね、並べていきましょうかね。いっぱい入ってる。これウィザード版ですかね、はい、これ電池、うん、これはね電装ケーブル。もう本体そこそこの重量あります。こんな感じです。操縦今回違うっぽいよ、こうなっております。はいね、こちらはですね Wi-Fi モジュールかな。電波はですね水の中を通さないんで、水中に入る場合はねこういう有線ケーブルでコントロールする形になります。だからラジコンって言わないのかな、レディオコントローラーじゃないのかね。あとこちら送信機、同じみたい、ちょっと似てるけど少し違い。おお、なんとこれにもパワードルフィンにも付いてたあの魚探、同じやつ入ってます。充電ケーブル、なんということでしょう。なんでこんなものが入ってるんでしょうか。じゃん、 VR ゴーグル。もっとこれ2つもらんでいいじゃん。なんで持ってるって言っちゃう。ムフフなやつなんですけれども、おそらく VR でねモニターできるってことなんでしょうね。何を見られる。海の中が見れますよ。海でも今回は使わん、はい、使いませんといったところでですね、内容物以上になります。一つだけこれギミック紹介しておきます。なんとこの水中ドローンね、もちろん水中をカメラで映すドローンになるんですけれども、それだけじゃないんです。こちらドッドドーン、こちら、うん、なんかこういうのが入ってるんですけど、見せて。なんだよこれ。これね、こちらに釣り糸を引っ掛けて、ここにですね、こうやっておそらく電磁石になってるんですよね。そしてその釣り糸を水中の良きポイントまで誘導していき、リリースできると。なんとまたしても釣り機能がついている水中ドローンです。もうね、パワービジョンの社長さんで、ね、よっぽど釣りが好きな人がね開発したんでしょうね。これで釣りもできる、なおかつ魚探を使うときはこちらパワーシーカーをここに装着、魚探もついてます。そしてこの中に予備ペラ、はい、予備ペラは今回入っておりません。すごいですよね。プロペラがね両舷についてて、上昇加工のプロペラがここに真ん中にこれついてます、ね、LED ライト付き。一通り一応通電してみるか。はい、電源が入りました。それではですね、パワーレイのセットアップやっていきたいと思います。 How to activate the power ray for PRA underscore station activate now。 はい、なんかどうにかこうにかデバイスの接続できましたね。手こずりましたけど、いつの間にかできてたって感じで、で、私見たかったのはここですね。まあこんな感じでモニターもね飛んできてます。カメラがね、あっち向いてる。あ、お魚さんが映ってる。口開けて。あ、こんな感じのタイムラグです。閉じて。で、私が一番気になってた例のこれです。まあ、仕掛けは電磁石っていうのは分かってるんですけど、ここですね、今の現時点ではくっつかない。ここがボタンなんですけど、ここを長押しすると電気がつくんで、この状態で磁石がくっつく、くっつきました。あ、結構強くくっついてますね。ここをもう一回リリースするときは長押し、うん、あ、こういう仕掛けですよ。これにね、何をくっつけて引っ張っていくのかっていうのは釣り人のねセンス次第なんだと思うんですけど、いずれはねこれでね魚釣りにも挑戦してみたいと思っています。こんなやつです。ここに結びつけるんです。よく考えてありますよね、ほんと。 DJI とかと品質変わらないです。つって五木ひろしは。さあ、ではそういうことでございまして、こちらのドローンを使って撮影するのは熊本の浮島公園。湖の真ん中に島があるんですけど、その島が浮いているということなので、その島の下がどうなっているのかっていうのをこのパワーレイでですね探索してみたいと思います。本当は魚釣りに行きたかったんですけど、これもですねちょっとね、今回はまあサンプル映像の方をお届けしたいと思っております。ということで、じゃあエミちゃん、そろそろ出発しましょうか。いつものようにここでねジャンプしてワープするからね。今日はねこっち物ないんでね当たりませんからね。じゃあ行きますよ。
せーの。ということでやってきました鹿島町の浮島周辺水辺公園。ここもですね、このウォーターレタスでだいぶ侵されてます。今日はですね、あちらにあるこの浮島が水に浮いているということでですね、その下を調査しに来たつもりだったんですが、どうもこっから見る限りね、もう浮いてないっぽいんですよね。でもね、あの辺浮かなくなったこの島、今この下どうなってんのかっていうのをね、水中ドローンを使って探索してみたいと思います。まあ、ここのね、綺麗な水の水中映像なんかも撮れればいいなと思ってます。ですね、日が照るとね、モニターが見にくくなりそうだったんで、ちょっとテントを用意しました。じゃん。はい。硬い。これはね、カラリール用意した方がいい。基地局とつなぎます。基地局の電源入れて、基地局の Wi-Fi を拾う。で、アプリを起動。あ、映ってる映ってる。接続されてましたね。こんな感じで綺麗に映ってます。撮影はですね、60p の方が綺麗に滑らかに映ると思うので、風呂入りの 60p で今回は行きたいと思います。じゃあ、これで行こうか。あとはね、これがね、ちょっとね、出ていくようにしとかんといけない。よいしょー。じゃあ、あとは頑張っていってらっしゃいって感じで。水中に潜ったらね、音がしなくなるからね、わかんないんだよ。これが浮上。左手で上昇浮上。前進しようにも、ちょっとここがね、絡まってきてる。やっぱり絡まったか。だいぶ、新竹林になってきてるけど。よし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 。カラリールを用意しとくべきだった、やっぱ。めっちゃくちゃ絡んでる。もう帰るときどうするんだろうって感じ。あ、ちょっと待って、こいつ。嫌になってきたもん。まあまあ、お家で反省会ですね、これ。どうしてこうなるって予測できなかったかな。もういい。もう行けるとこまで行こう、もう。もう完全な FPV じゃないといけんやろうからね。おー、なるほどね。あーやって。おー。おー。震度 2.7 メートルとか。出てる。電池は全然余裕であるから、ほら見てごらん。これ海の中、水の中。水の中？ほらほら見て、なんかちょっと幻想的な、幻想的なほら映像が撮れてる。あ、何これ、何これ、なんかいる。ほら、お魚、お魚、お魚についていけー。やっていい、やっていい。ちょっと待って、エミちゃんには難しいから見とくだけ。はい、ウォーターキャベツの下はこんな風になってます。もうだいぶ下まで根が張ってますね。うん、ウォーターキャベツの底はこんな感じです。それじゃあ島の探索に行ってみましょうかね。結構こっから深くなっていってるんだな。おお、今いきなりなんかでっかいチヌみたいなやつがいた。川なのにどこ行った。今ちょっと見てみよう。お、いた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 。これ魚怖がらないんだね。よし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 、ちょっと近づいて。うわはぁ、見てください。魚と目が合ってます。これ何これ、船。はぁ、こうやって生態観察ができますね。川の生物の。結構面白いね、なんか。ちょっとこれライト当ててみましょうか。ライトはこう、こう。ライト今つけました。エミちゃん、魚が映ってる。でっかい魚が。ほら。うん。見えた？うん、見えた。ほら。何のお魚？ほら。何のお魚？魚にぶつかりまーす。逃げた。やば。ちょっと下に行っちゃった。岸間の底はもう果てしなく、あの、水草？果てしなく草でいっぱいって感じです。おお、アジの群れがおった。なんか今一瞬群れが映った。おお、海底に来た。なんかある。おお、あー、海底は砂だな。ちょっと待っちゃうな。
言語の形どこまで行ったのかな、もうどこかわからない。後ろ見せて、後ろない。はい、残量がね、20% より少なくなれば警告が出ました。まあ、これの場合はね、ワイヤードなんで、電池が切れても手繰り寄せれば、ね、帰ってきますんで。ホバリングしよる。自分で自立して。うわっし。なんか一人で動いてる。自動で乾燥させてんのかな、あいつ。勝手に動いてるけど、これパワービジョンのことだから意味があって動いてるんだ。もしこれが海水だったら、お家で水洗いしてから引き上げた方がいいでしょうね。はい、じゃあお家に帰って編集。ハンズマンによって帰る時間あるかな。カラーリールなんか売ってないよな。でも通販じゃないと。ドラムリールの巻いてないよ。ゆみちゃんこっち見て。ゆみちゃんお魚さん見えた？お魚さんどんな顔してた？ね、メガネこんぐらい細く、黒いここの目のところはこんな細くて、うん、そして口が、やってて鼻はない、鼻はなかったよ。面白かった。